1977年、ボイジャー2号がかつてない探検の旅に向けて地球を出発しました。ボイジャー1号とともに2機の探査機は木星へ。さらにスイングバイでコースを修正し土星に向かいます。ここからは別行動です。ボイジャー1号は木星や土星を離れ、2号はスイングバイで前進します。地球を出発して9年後、天王星に到達しました。それから3年後の1989年、海王星に到着。ボイジャー1号はスイングバイを利用して時速4万8000キロメートルで進みます。土星から見て惑星が一直線に並ぶのは176年に一度です。ボイジャー2号は天王星へ。惑星の自転速度はスイングバイでほんのわずか遅くなります。12年後、ボイジャー2号は海王星に到着。スイングバイを利用しなければ30年かかるところです。遠い星から送られるボイジャー2号の信号は地球に届くまで4時間以上かかりました。両方のボイジャーには地球の情報が入ったゴールドディスクが搭載されています。しかし隣の星に着くのは何千年も先です。太陽から天王星までおよそ28億キロメートルあります。これは太陽と土星の距離の2倍です。天王星に初めて接近したのはボイジャー2号です。ガスでできた天王星にはリングがあります。別の星が天王星の後ろを通過するとき一瞬消えることからリングは発見されました。最新の情報ではリングは11本、暗くて細いものばかりです。天王星は巨大な星です。直径は地球のおよそ4倍、太陽系の中では木星、土星に次ぐ3番目の大きさです。体積は地球64個分に相当します。また自転の向きは地球と反対で、自転軸は大きく傾いており98度です。また外見に特徴がありません。疑似カラー表示を使っても極地が霞んで見えます。しかしハッブル宇宙望遠鏡の映像を近赤外線分光法で処理するとメタンでできたピンク色の雲が浮かび上がります。表面の気温は摂氏マイナス220度で、その下は4層になっています。一番上は炭化水素のスモッグ、2番目はメタンと水素、3番目は水硫化アンモニウム、その下にガスが液体に変わる層があります。天王星の内部は水素とヘリウムが溶けた氷と混ざっています。中心近くも氷とメタンの混合物でできており、ガスの星には珍しく岩石質の中心核の温度はさほど高くありません。さらに磁場にも特徴があります。自転軸が大きく傾き、ほぼ横倒しの状態で回っているため、磁力は中心核からではなく溶けた氷から発生しています。上から見た天王星の衛星とリングです。ほとんどのリングの幅は10キロメートル以下で、細かい粒子でできています。リングの理由はこれです。衝突によってリングと衛星ミランダができました。飛び散った欠片が再び集まったのです。また天王星は生まれたばかりの頃、地球ほどの大きな星と衝突したため横倒しになったとも言われています。これらは一説に過ぎず批判もあります。しかしミランダの表面を見れば飛び散った欠片が集まったという意見にも納得です。直径480キロメートルの氷の星は地質学的な謎に満ちています。地下の氷が持ち上がり表面が凸凹になったという意見もあります。一番大きな断層です。崖の高さは15キロメートル。ミランダの重力は弱いため飛び降りても下に着くまで14分かかります。ミランダの2倍の大きさを持つ衛星アリエル、似たような断層があります。大きめのウンブリエルには古いクレーターがあります。
天王星最大の衛星ティタニア、直径は 1500km です。ティタニアよりも小ぶりのオベロン、大きな衛星の中で一番外側にあります。神話の世界では天王星ウラノスは木星や海王星の父親です。ボイジャー2号が次に訪れたのは海王星です。ここは海の神ネプチューンの名を持つ巨大なガスの星、太陽から遠く離れており、公転周期は165年です。海王星は天王星の予報位置に誤差が出ることから発見されました。天王星は天文学者の予想と異なる動きをするのです。天王星は海王星に追いつくと加速しますが、その後は再び減速します。誤差の原因はこれでした。こうして天文学者は引力による影響を考慮して海王星を発見したのです。海王星の直径は地球のおよそ4倍、木星よりはずっと小ぶりで、天王星よりも一回り小さな星です。海王星は地球58個分の大きさがあります。天王星よりも6個少ない数ですが、密度と質量は天王星を上回ります。また自転軸は30度で右に傾いています。天王星の後、ボイジャーは海王星の姿を捉えました。際立っていたのは大暗斑、赤道の南にある薄い雲をまとった高気圧性の嵐です。刻々と姿を変えながら、嵐は16日周期で回転しています。さらに南には D2 または魔女の目と呼ばれるサイクロンがあります。海王星は風が強い星です。雲が上層大気を押し上げています。自転速度は天王星よりも1時間早い16時間7分。しかし場所によって回転スピードが異なります。その原因は地表がないこと。赤道面では風が自転と逆方向に吹き、別の場所では同じ方向に吹くことなどが挙げられます。ボイジャーの後、ハッブル宇宙望遠鏡が捉えた映像に大暗斑は映っていませんでした。6年後に撮影された海王星は明るくなっていました。海王星の表面温度は天王星と同じ摂氏マイナス220度で、内部の構造も似ています。一番上は炭化水素のスモッグ、2番目はメタンと水素、3番目は異臭を放つ水硫化アンモニウムの結晶、その下にガスが液体に変化し沈む層があります。内部は水素とヘリウムが溶けた氷と混ざっています。その下には溶けた氷とメタン、中心核は太陽光よりも大きなエネルギーを持つ高温の岩石質です。海王星の磁場はどこよりも変わっています。自転軸から47度傾いており、星の中心からずれています。また他のガス惑星同様、地球とは磁場が逆転しています。海王星にははっきりとしたリングが2本と、その内側に薄いリングが1本あります。外側のリングが太いのが特徴です。弓形に太くなっている箇所もあります。海王星には小さな衛星が10個あります。最も大きいのがトリトン。トリトンの直径は 2700km で、一面を氷に覆われているため光をよく反射します。気温は摂氏マイナス235度という極寒の星です。ここには星全体を温め、地表近くの窒素を溶かすほどの熱は届きません。その結果、吹き出したガスが薄い大気に乗って遠くへ運ばれます。ここは太陽から45億キロメートル離れた星です。
1977年、ボイジャー2号がかつてない探検の旅に向けて地球を出発しました。ボイジャー1号とともに2機の探査機は木星へ。さらにスイングバイでコースを修正し土星に向かいます。ここからは別行動です。ボイジャー1号はわずか遅くなります。12年後、ボイジャー2号は海王星に到達。スイングバイを利用しなければ30年かかるところです。遠い星から送られるボイジャー2号の信号は地球に届くまで4時間以上かかりました。両方のボイジャーには地球の情報が入ったゴールドディスクが搭載されています。しかし隣の星に着くのは何千年も先です。太陽から天王星までおよそ28億キロメートルあります。これは太陽と土星の距離の2倍です。天王星に初めて接近したのはボイジャー2号です。ガスでできた天王星にはリングがあります。別の星が天王星の後ろを通過するとき一瞬消えることからリングは発見されました。最新の情報ではリングは11本、暗くて細いものばかりです。天王星は巨大な星です。直径は地球のおよそ4倍、太陽系の中では木星、土星に次ぐ3番目の大きさです。体積は地球60は木星や土星を離れ、2号はスイングバイで前進します。地球を出発して9年後、天王星に到達しました。それから3年後の1989年、海王星に到着。ボイジャー1号はスイングバイを利用して時速4万8000キロメートルで進みます。土星から見て惑星が一直線に並ぶのは176年に一度です。ボイジャー2号は天王星へ。惑星の自転速度はスイングバイでほんの14個分に相当します。また自転の向きは地球と反対で、自転軸は大きく傾いており98度です。また外見に特徴がありません。疑似カラー表示を使っても極地が霞んで見えます。しかしハッブル宇宙望遠鏡の映像を近赤外線分光法で処理すると、メタンでできたピンク色の雲が浮かび上がります。表面の気温は摂氏マイナス220度で、その下